はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル空城城太郎編、究極ですね、こちらのフロア3を攻略していきたいと思います。はい、パーティーとステータスはね、ご覧の通りです。では見ていきましょう。まずはリーダーしげちですね。生命時期けなすやつは許さねえ、見してやるを入れてます。そして、F メガのテネスですね。死神の世界蘇生完全生物をつけております。続いて、刀剣ですね。30分しか持たないスターダストクルセイダーズ星 ATK アップを入れています。そしてスタンバイには徳太郎ですね。逃走経路俺が裁く初動 ATK ブーストを入れています。徳太郎は完全に保険ですね、保険として入れています。そして助っ人にはカムイですね。では参ります。フレンドスキルは乗るんですね。適当なことを言ってましたね。はい、では参ります。さあ、いろいろと乗っていきましょう。シゲチが色をかけて、ね、かなり楽にね周回できるって、その代わりゲージ管理が大変。で、いきましょう。簡単には倒せるんですがね。ここから3ゲージをね食べていかなきゃいけないからちょっと難しいかな。しげちのね CS だと壁にひっつくので反射がないから少しねやりづらいところがあります。これは一つだけ残すような形でなってしまいますが処理しておきましょう。これでクリアですね。1ラウンドクリア。あ、予定ではテレンスがね飛び出る予定だったんですけど、これは いかんという状態でしたね。では、これでさあどうだ、どうなる。刀剣はギリギリ大丈夫ですね。さあ、いろんな意味で危ないぞ刀剣。刀剣危なし、危ない、ギリギリでしたね。さあ、あとはギャンブルになるので、どうなりますかね。さあ、どこに止まる、どこに止まる。刀剣さえ生き残れば大丈夫、あとはどうにでもなる、あとは体力はどうにでもなる。刀剣だけはゴムないので回復しても意味がない。これで、大丈夫ですね。 OK です。はい、無事3ラウンドに入りました。さあ行きましょう。
ここ切りましたか。残るとは思ってなかった。それでは走りましょう。どうにか倒すことはできそう。できないですね。はい、倒せましたね。さあ続いてが問題ですね。あ、ちょうどいいところにいました。しげちじを動かして、しげちを適当に走らせます。しげちは別に倒さなくても大丈夫です。刺激で倒さなくても大丈夫です。行きましょう。冒険も別に倒さなくても大丈夫です。あ、倒しましたね。はい、さあ続いて4ラウンド。変えるとね、倒したいんですが、変えると、いやー、ちょっと遠いな。ネズミを倒したかったんですけど、ちょっと遠すぎます。どうだ。しげちは倒せてないですけど、まあいいでしょう。倒しましたね。よし、これで全員倒せました。あ、ゲージのこと忘れてましたね。まあここで全部取られるからいいんですけどね。さあ行きましょう。もうこの10連で倒せるはずです。はい、ゲージも没収されました。では行きましょう。まずは、弱点をね、テレンスでついていきましょう。あとは倒せるはずです。適当に走っていれば倒せるはずです。そしてゲージを貯めていきましょう。3ゲージまで貯まるか。できれば4ゲージまでいきたいですね。そしたら徳太郎がいるので安心して倒すことができます。5ゲージまでいくかな。ついでに5ゲージまでいきました。うん、これはしげちでも倒せそうですね。かなりいい位置にいますね。まずはリサリサ先生に当てて、よし、これでリオは倒せるはず。リオさえ倒せればと思ったんですけど、ついでに倒してくれる人もいました。あ、もう楽ちんだ。かなり余裕を持って倒すことができました。もったいないですね。もったいない感じでキャラクターのユニットのね、無駄遣いで終わりました。
はい、フロアさんも無事倒すことができました。ありがとうございます。またね、今度はフロア4を攻略していきたいと思います。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。フロア4の動画でお会いいたしましょう。ではラサバダイ。